ジェイク・ドーバーとは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、シャモキン出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。1913年のナショナルリーグ最優秀選手で、首位打者2回を獲得、通算2打数392は、エディ・コリンズに次ぎ、メジャーリーグ歴代2位である。幼少の時から単行で働いていたが、1906年に、地元の野球チームに投手として入団。 その後一塁を守るようになった。1908年に一度クリーブランド・インディアンズと契約したが、ドーバートはインディアンズでは試合に出場せず、すぐにマイナーのナッシュビルに送られた。翌1909年にブルックリンに入団し、2年目の1910年から打率3割を毎年記録する打者となった。この年の5月6日のゲームでは1試合21。 視察という記録も作っている。1913年と1914年にそれぞれ打率350、329で2年連続の首位打者となり、1913年にはナショナルリーグの最優秀選手に選ばれる。1916年にはワールドシリーズにも出場したが、打率176と活躍できなかった。1918年オフにドーバートは、 シンシナティレッツに移籍、1919年には、リーグ2位の79得点とリング最多の39、ディダを記録するなど、レッツのリーグ優勝とワールドシリーズ制覇に貢献した。すでに38歳になっていた1922年には205、アンダ、三塁打22本、打率、336を記録している。1924年シーズン後半、 ドーバートは体調を崩しチームを離れていたが、チームドクターの助言を無視して9月20日のシンシナティでのシーズン最終戦に出場する。試合後10月2日に中水炎の手術を受けたものの経過が思わしくなく、手術から1週間後の10月9日にペンシルベニア州で亡くなった。1966年にレッツの球団殿堂入り、また1990年には、 ドジャーズの球団殿堂入り選手となっている。数字の後のは記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。